こんにちは、花涼子さん。自信を持つことはすごく大事でありね、謙遜も度過ぎるとやっぱりね、信頼毀損になってしまうというか、信頼してくださった方に背中を向けることになっちゃうと思うんですよ。これはね、やっぱりこう私と花涼子さんの中だから言わせていただきますけども、謙遜って美しいように見えて、やっぱりね、リーダーとしているうちはやっぱり凛としていかないといけないかなと。俺に任せろ、俺についてこいみたいなところがないといけなくって、やっぱね、花涼子さんについてくる人っていうのは、逆に言うと私についてこずに花涼子さんについてきてるわけですから、そこはね、私を凌駕したというふうに、私も大した存在ではないですけどね、私を凌駕したところがあるんだっていうふうに考えて、その再生数が例えばね、1動画について100であっても、私の取れなかった再生数がそっちに行ってるというふうに考えていただければ、もうすでに私を超えているところはね、多いと思いますんで、そういうところにね、自信の目を向けていただきたいかなと思います。でね、やっぱりね、ここ24時間48時間、私のアカウント、 YouTube アカウントに花涼子さんのサムネイルがかなりの率で上がってくるようになりましたね。これだから関係性が強くなって、毎日のようにこうやってやり取りをしているのがね、1年半になっていたりとか、お互いの名前を呼び合ったりするところによって、こういう効果が出てるんだろうなというふうに思いますけども、ここでね、私がちょっとね、花涼子さんのサムネイルしか見てませんけど、動画は見てないんですけども、はっきりと言えることなんですけども、儲かると思った案件かなりしつこく言ってますよね。特にみんなの銀行とか、これいいでしょ、みんなの銀行ね。私はいつも新しいサービスとか、これは誰でもできるだろう、これはあなたでも儲けれるだろうみたいなのをどんどんね、掘り込んでいってるんですよ。で、それに気づいてくださって、このみんなの銀行を毎日のように紹介してくださる花涼子さん、さすがお金のセンスがあるなと言わざるを得ないかなというところでございます。その他トレーディングカードの方もね、一時期はちょっと目立たなかったんですけども、最近はね、これが儲かるぞみたいなのガンガン言ってますよね。すごく大事です、それは。情報発信者としては、自分が実践している部分をお伝えするのも大事なんですけども、おそらく実践したらこうなるぞみたいなやつもどんどんね、臆さずに紹介していただきたいと思いますし、間違えたら間違えたで大いに責任を取るためのね、謝罪動画を上げればいいわけなんですよ。やっぱりね、情報発信って間違いもありますし、その時は正しかったんだけども、状況の変化によって良くなくなってしまったってこともあるんですよ。ですから、今回どこだったかな、モッピーで1万2000円もらえる、なんか暗号通貨の取引所はありましたよね。あれもね、実際私ね、知ってはいたんですけども、紹介はしてないんですよ。なぜなら、あれ6万円を購入して、その6万円で暗号通貨の何がしかの通貨を買わなくてはいけませんよね。で、それをいつまでそれをやっとけばいいのかってことがいまいち不明確なんですよ。もちろんポイントは1万2000すぐに反映されるんですけども、じゃあね、その次の日に、ビットコインならビットコインを6枚分買ったのを決済したら、じゃあペナルティとしてね、ちょっと決済が早かったんで1万2000ポイント返してくださいみたいなことにならないかなっていうところがあったんで、これは私はちょっとね、慎重論に過ぎたかもしれませんけども、自分にブレーキをかけてね、これはちょっと紹介を置いておこうと。今はとりあえずみんなの銀行だと思ってね、みんなの銀行を毎日更新することにしてますけども、花涼子さんもね、みんなの銀行は毎日新しい動画を上げていただきたいと思うんですよ。で、その中でみんなの銀行すでにアカウント作った人はもう見ないと思うんですよね。同じ動画だみたいな感じでね。なのに再生数があるってことは、気になってはいるけども、まだみんなの銀行に登録してない人がそこにいるんだっていうふうに考えることができるんですよね。だから、これが今日のお金の勉強です。YouTube をアップロードして、同じ内容なのに再生数が、例えば今日は30、明日は40だとしたら、そのもうすでにみんなの銀行のアカウント作った人は見ていない、もう見ていない、数字に反映はされてないんだけども、30から40になったってことは、40人丸々がですね、まだみんなの銀行気になってるけどもアカウント作ってないっていうふうに考えることができるんですよ。ですから、しつこくガンガンいけばいいと思いますし、私もね、みんなの銀行に関しましては、すでに私の動画を見た方が同じような活動をしてどんどん広めてくださってるんで、いわゆる自分のビジネスをね、そこに作ってくれているわけなんですよ。たとえ1000円とは言ってもですよ。だからね、これはね、私もね、日々更新していこうかと思います。ほんと同じ内容で、サムネイルとかね、タイトルをちょっと変えただけで、どんどん行こうと思います。これもお金の勉強なんですよ。なぜなら、儲かるやつは儲からなくなるまでしつこく行かないと、稼げるわけないわけですよ。だからね、もう一回紹介したからいいだろうみたいな感じで終わるんではなくって、それこそね、同じものを何度も追い打ちをかけるように厚みを帯びて紹介していくってことが非常に大事です。何度も言えば、最初はね、聞き流していた人もそろそろやろうかなっていうふうになっていくんですよ。で、結果、
私やそれから花屋龍馬さんね、その他 の私の YouTube を見てくださる方もみんなの銀行をね結構紹介してくださってるんですよ。そしたらね、私が多分あのみんなの銀行を紹介しなかったら生まれてない市場が今存在してるってことなんですよ。それはね、私が富を独占したいっていう気持ちじゃないですよ。1000円稼げる人が100人いたらもうすごいじゃないですか。10万円の市場ができてるわけですから。で、私はそういう意味で自分一人ではね、まあ今いくらか2万か3万だと思いますけども、みんなの銀行による報酬全部合計してね2万か3万ぐらいになったと思いますけども、そんなことではなくてね、みんなで合わせて100万円とか1000万円の市場ができるんじゃないかなと思うんですよ。ですんでぜひね、花嫁さん、これアカウント作った方は今度自分の紹介構造で広めていこうぜみたいな感じでムーブメント起こしていただければいいんじゃないかなと思います。で、そしてね、似たような案件は山の上に生まれてますんで、私ねまた折を見て紹介しようと思います。基本的にはメンバーシップの中でこういうのをやってるんですよ。メンバーシップの中でやってるんですけども、これあまりにもね凄まじいんで、これはメンバーシップの中で限ってたらもったいないなと思ったんで拡散、要するに一般公開もしたんですけども、ちなみにみんなの銀行で YouTube 検索するとね、税理士の大河内さんをはじめ、さまざまな YouTuber の方が紹介してくださってます。もう再生数もね、数万回っていうのが上位に上がってきて、それでみんなの銀行自身 の YouTube アカウントもありますよね。ですんでね、やっぱり今これ稼げるぞと思ったらみんなでね YouTuber ガーッとね集中してるところだと思いますし、みんなの銀行っていう会社も YouTuber さんがこう山のように紹介してくれることを期待してですね、これ出してると思うんですよ。要するにみんなの銀行としては広告費を全く使うことなく、広告費を YouTuber さんに1000円ずつお支払いしながら全体的に広めていってるっていう新しい時代の広告戦略なんじゃないかなと思います。さあ、そこでね、今日のお金の勉強の2つ目です。こういうふうにシェアされるような情報をアウトプットすることがすごく大事だよと。それが自分の広告効果を強めて自分の集客力をアップするってことになります。当然こんなことはねご存知だと思いますし、じゃあどうやったらそんな動画作れるんだろうってことになりますけども、それは私も分かりません。だから無数に作るんですよ。無数に作って当たってるやつをしつこくいくという形でございます。まあ、今日のお金の勉強はね、まとめるとこういうことになります。1000円であろうとも稼げるものはしつこくいけと、稼げなくなるまでいけと、毎日いけということでございます。それでは本日は以上です。花嫁さん、結構いい動画が増えてるんじゃないかなと期待しながら、次の返信動画もお待ちしております。ありがとうございました。